こんにちは、プーコと愉快な仲間たちのパパです。今日は3月29日の11時くらいです。今ですね、ここカテーテルを今取ってもらったばっかりなんですよ。外しました。今日1時間ぐらい安静にしてないとダメなんで、入れたままちょっと撮影してるんですけど、ようやくですねカテーテルが外れてですね、なんか楽になったっていうか、これついてると違和感があるし、私テープ負けしちゃうんですよ、ものすごく。でもテープ貼ってるのもかゆいしっていうのはあったんで、やっと外れてよかったです。輸血とかね、点滴とか今後あるかもしれないんですけど、まあ、それはもう手から取るっていうことで、ね、外してもらいました。じゃあ1時間ぐらい安静なんでちょっと寝たいと思います。3月29日の3時前くらいです。このカテーテルの後処理してもらいまして、楽になりました。具合はですね、ちょっと頭が痛くて下痢気味かなって思います。今朝ですね、採血しまして、血小板が2万7000、2日前に1万4000だったんですけど、血小板の輸血をしましたんで2万7000まで上がってます。ただですね、白血球がですね、今度はですねドーンと下がって1400だった白血球数が今日400まで下がってますんで、気をつけなきゃいけないですね。感染症とかですね、無菌室じゃないんでより気をつけなきゃいけない感じですかね。無菌室がですね空いてないんですよ。でこのフロアに無菌室があるんですけど、全部埋まってて、下の階の無菌室は今なんか工事中みたいで入ってないんで、はい、無菌室には入れないんで、まあ、このまま入らないんですけど、前回はずっと大部屋で白血球下がった時点でも大部屋にいたんですけど、まあ、それで感染症にかかってしまってだいぶ熱も出たんで、今回もね気をつけないとまた感染症にかかってしまうかなっていう感じはしますけどね。手洗いとかうがいとかしてもなんか限界はあるんじゃないかなと思うんですけど、前回はですね菌室に入んなくて大部屋だったんで、結構血球下がってもですねコンビニとか行ってたんですよ。でまあコンビニにちょっと昼間行って、本当はねあんまり主治医の先生はあんまり出歩かない方がいいって言われてたんですけど、コンビニ行った時に主治医の先生にばったり出くわして、すいませんと苦笑いになったんですけど、先生もねコンビニもう一つの楽しみだからみたいなことを言われてたんですけどね、次の日の朝採血したら感染症の数値が上がってて感染症にかかってたっていうですね、苦笑いですよ、先生と僕、はい、目合わせてですね。だからねやっぱね、あんまりコンビニとかね出歩かない方がいいかなとは思うんですけど、はい、もう今回はちょっと気をつけようかなと思ってるんですけど、あと少しなんで頑張りたいと思います。よかったら高評価、コメントお願いします。登録していただけたら嬉しいです。ありがとうございます。